お疲れ様です。ラットです。というわけでね、今日も暮らしライブやっていきたいと思うんですけど、今日もですね、ゲストをお呼びしております。どうぞ。はい、どうも、ということです。はい、というわけで、皆さん残念でした。ことだと思ったかもしれないですけど、なんでだよ。今日は、天ごとです。なんで残念だよ。ね、天ごと、週1にね、僕のチャンネルに出てくれるんでね、はい、今日は天ごとの日というわけで、天ごとですね、ってことを思うんですけど、今日はですね、こちらの、ジャイガゴガゴデッキをですね、使っていこうと思います。で、こちらのね、デッキ、まあなんですけど、海外の、プレイヤーのデッキでして、まあその人がね、今グローバル、まあトップに2赤、まあ17、18位と、まあファイナルフォームっていう方が使ってるデッキなんですけど、まあそれでね、今グラチャレをもう結構何十連勝かしちゃってるわけなんですよ。何十連勝は言い過ぎでしょ。持っちゃったかな。持っちゃったかな。まあ20連勝近くはしてるんですよ。20いかないぐらい。グラチャレ12勝して、しかも今こんな感じでね、ずっと、はい、勝ってるって感じなんで、まあ、これでね、グラチャレ、マルチやりたかったんですけど、ゴールドが足りない。レベル上げるのにゴールドが足りないってわけで、今グラチャレね、急所なんでね。うわ、出た。もうね、準備がもういい。準備がね。12勝しちゃうよってやつ。しちゃうよってやつですね。というわけで、やっていきたいなと思います。よろしく。で、このデッキは、ジャイデッキで、待ってよ。このデッキ、ジャイガゴガゴで、今俺の横にはジャイのプロの天下一のジャイ使いの天元さんがいる。俺を呼んだらそういうことね。はい、そういうことですね。ちゃんとね、考えてますね。僕もたまたま今日は残念なことに天元とかじゃないですよね。ジャイだから天元。さっきたま残念だけどって言ったけど残念だけどって。で、相手アイゴレゴボリディガーっていうことは、まあデッキがちょっと分かんないですね。とりあえずまあ課題作りつつ三国追加して、相手がねこう雪玉とか咲いたらこの後ガゴ群れとかが生きるよっていう感じですね。雪玉咲きました。雪玉咲きましたね。なんでこのまま助けに攻めていけたら、まあガゴ群れからのディガーとかでカウンターしたいんですけど、相手のデッキは何ですか。相手のデッキはちょっと分かんないですね。ちょっと待って、マジで分かんないですね。ディガー削り、バルーンか、バルーントリトン、でここはジャイ正直つなげてもよかったんですけど、まあ後ろからでもいいかなっていうわけで後ろから流していきます。で正直多分このデッキ立ち回りが無限にあると思うんですけど、ジャイで攻めたりディガーで攻めたりなんかね無限にあるんですけど、まあ僕はねその僕のちょっとねガゴ群れをね通す戦法でちょっと行くんでね、それもまた参考になればいいかなと思います。シャーノマスキに対してはトリティニアがいい働きしてますね。まあでもここで相手のディガーを処理できれば美味しいですね。いろいろ両サイドに地味な両サイズ目、これがちょっと辛いですね。でトリトンは、まあ、ザップで気合で抑えたいですね。やばい、なんか相手のデッキが分かんなくてちょっと苦戦してますね。いや、ゴボリとトリトンあったらね、これディガー、ね、これディガー削りかな、これ。これマジで。わかる点ごと。いや、見たことない。見たことないよね。で、これ、左側来てるんで、左側に出すんだけど、もしかしたら、ポイズンとか、そういうの打たれるかもしれないですね。いや、マジで相手のデッキはわかんないんですよね。もしくは、こっちが対空持ちすぎてバルーン出せない。バルーン説もありますね。ディガープラスちょっとファイブで処理しつつ、ワンチャン狙っていきたいですね。あ、ザップ国だ、まあ、トリトンでジャイがやっぱ通りにくいんですけど、このガゴとかがね生きてるんで、そこを生かしたいのと、相手まあそうですね、バルーンっぽかったですね、香りが。で初めてのガゴ群れ、はい。でこれは通んないですね。しかしこれゴボリがいい感じ。よし、これでカウンターで、まあ、トリトンがちょっとねで、アイゴレで取れるの、解けるんですけど。いやでもここで、そう、このガゴがね。あ、雪打った後。うぃー、来たー。あ、来てね。早い。ちょっと早い。けど、オッケー。これもう一回左から結末して、バルン来たら速攻ガゴ群れ出してしまえば。あ、この結末がいいよね。この相手の大型スペルがない時の結末、うん。安心感がね。安心感すごい。しかも逆サイド守る、ね。もうガゴ群れで守れちゃうからね。相手がね、詰んでる状態。そうで、トリトンなんで、もう正直ディガーで削っていきますね。なるほど。よいしょ。で、コウモリ来たらザップ速攻打って、もうディガーですね。もうディガーデッキ。よいし
ガゴムレディが、あい、まあ、でも、これまたね、左側だけバルーン警戒しとけばいいですね。これジャスト圏内。ファイブザップ圏内。詳しいよ、天国さん。257ですね、そしたら。あ、56なんでね、ザップが。なるほどね。というわけで、ファイブザップでフィニッシュと。まあね、このバルーンとか、そのラバに対しては、そのマスケとガゴガゴと、まあ、ファイブザップっていう、正直あの空だけでね、回るんですよね。で、まあ、公営のメガゴとかのターゲットを取ったりとか、スケルトンでできるんで、まあ、対空、空に対しては相性がいいですねっていうことで、あの、一応挨拶お願いします。いいじゃん、俺です違います。あ、みかんさんですね。はい。というわけで、ちょっとみかんさん乱入っていう感じでね。まあ、そういうこともあってもいいかなっていう、もう視聴者はね、うわー、タイコットよりみかんさんでやったやったーってやってるかもしれない。いやー、やっぱ天下一のジャイ使いがいる横で、ちょっと語れないですね、僕。うん、でも実際どちらがジャイうまいんですか、まあ、みかんさんもジャイが少ない。帰った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 これ、天国とかジャイに負けた時にジャイで勝っちゃってる。あー、ということは。違う違う、あれ、ガンメタ組んでたからね、ちょっとこの話はいいや。この話はいいわ。そういうことだね。この話いいよ。そういうことですね。まあでもマッチングあの長いんですよ、その最近っていうか、まあ結構ね、ここ最近ずっと、まあ、ちょっとね、あれだね、みんなロングシーズンでマルチに気合入ってるから、そうグラチャレの、グラチャレより、まあ、マルチかなみたいな、なんでよりね、こういろんな雑談ができるよと、なるほどね、いうわけなんですけど、はい、ちなみに、ちなみに今なんと朝の7時、なるほどね、朝の7時に健康ですね。ああ、健康早起きですね。健康かと思いきや健康です、健康。自分はちゃんとね、ちゃんと夜寝て朝起きたんですけど、うん、もしかして寝てない、寝てない、お二方寝てない。僕寝て起きた。でも僕も寝てる寝てる。僕ちゃんと寝て起きた。お前寝る前に動画撮らなきゃって言ってたじゃん。俺も夕方の6時ぐらい寝て、朝の3時ぐらい寝て。おじいちゃんおじいちゃんがいる。いやもうね、田舎のじいちゃんち行ったらマジでそんな生活になる。あのじいちゃんが6時ぐらい寝ちゃうから。結構あるある。そう、夕方6時に寝 る、ね、寝る。5時ぐらいに風呂入って6時ぐらいに寝ない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 。いやそれはマジで2人がおじいちゃん。違う違う、俺じゃない、俺らじゃない。はい、あれ、おじいちゃんと同じ部屋で寝てるから。あ、始まった。あ、始まりましたね。ちょっとおじいちゃんトークはね。いや結構あれあれ、ね、やばい、枯渇期だ。枯渇はあの相性がね、まあ悪いっちゃ悪いんですけど、全然悪、そんな言うほど悪くない、5分ぐらいですかね。その相手のバレルとかが止めるのがちょっと厄介なんですけど、まあ嫌なとこで攻められたらちょっと嫌かな。そう、フリース鮮明とか、ね、そうなんですけど、相手はね、えおい、スパーキーですね。スパーキーバレル、そのあのプリンセスとかを、そう、処理さえできればガコムレがね結構通るんですね、こっちは。よいしょ、キヨキヨさんデッキか、もしかして。これザップってスキャミとか来たら萎えますね、ちょっと。あ、これ竹取ってる。あ、彼女言うの。あ、ベビー、あー、やばいやばいやばい、はい、なるほどね。これでもファイブで飛びそう。あー、いやー、あー、ちょっと厄介だな。これちょっとあの一発で受けてもいいんで、これあのカウントします。なダメージね、あのクララのようにダメージ受けてもいいんでカウントします。でこれガゴムレ先行しちゃって、あー、なんだこれ、うわーやばい。あ、聞いて、俺こんだけさっき当たったわ、これマジで。うわ、うわー、でもあの先ほどねこの方多分当たったんですけど、これ勝ちました。なんで今回も勝てます。あので対空スペルが1個もないんですよ、この人。いや、すげえ。バレルで、バレルだけ、バレルだけ、これ結構きつない。バレルだけなんですけど、ネクロとベビドラが入ってて、うわ、スケラだスケラ。いや、もうめっちゃいるんすよね。あ、そう、でもネクロとベビードラだけなんですよ。だからそこをなんかうまくねついていけると、いや、マジで多分僕の記憶が正しければ、相手のデッキにスペルはバレるだけで、ベビー咲いたら美味しいっすね。ベビー咲いたらもう、ね、美味しいんだ。これだってヤナメとか多分ないんですよ、この人。マジでマジで、ピューン。いや、本当に本当に、だから僕の記憶正しいんですよ。しかもラットの哲学ですか。いや、でもなんかえぐいやついた。ああ、ちょっとジェイしちゃったな。ちょっとしちゃったっすかね。あ、これダメっす。これはちょっとね、ジャイ使いから予想だとこれダメっすわ、はい、いやでも僕ジャイ使いじゃなくてガゴムレ使いなんですよ。もうネクロ見た瞬間とかに逆サイドジャイガゴとかして穴掘り行くんですよ。ネクロはね、温存されてるんですよね。あ、そうなんだ。そう、ベビーとネクロうまくね使い回されて、なんでね、ピッツォです。そうなんです。でもガゴムレ使いならハルちゃんも突破しちゃうんで、ああ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 、ヒールさせちゃう。今の
今のハルちゃんもヒールかけちゃう多分。ヒールね、もう時代終わってんすあれ。なんかひどいぐらい。あれ。あはい、ちょっと。ハルちゃんを囲めでやっつけろ男どこ行ったの。いやマジでね、返してほしい俺のヒールを。ヒールね、もう、うん、なんかないようなカードになっちゃってるよね。待ってワンちゃん。あ待って時間もちょっとくれ俺に。あー時は待ってくれないよ。まあね、こういうこともあります。これはちょっと辛い。でも相手的にえぐいんですよこれ。これさっきも当たったんだ、エースアイエースジューンドッグ X、これさっきも当たったれそう。これさっきもね、あでも違うやつだけど同じようなデッキ。え流行りあれじゃない、トリトンメタじゃない。結構流行りこれ。結構これさっきも12勝目で当たったんですよこれ。やば、トリトンメタじゃない。なんか同じような。あ持ってくしよう。えちょっと持ってきしようかね。すごい流行ってますこのデッキ、皆さんぜひ使ってみてください。明日の動画でスラットの結構可能性高いですね。トリトン腐るんすよねっつって、トリトンもねっていう。あマッチングがちょっと早いですね。ネクロとスケールでトリトン腐るんすよね、うん、あ動画撮ってんで、ね、歌わないでください。歌いますよ次の雑、次のあのマッチング時間にみかんさんのね、あの一前龍馬です。音楽をね聞いてください。ふーエッチじゃん。一前龍馬って誰。ティースの王子様だっけ確か。そうそう、あのふーエッチじゃんの画像によく使われてる多い。全然知らないんですよ。あれ叩かれるよ。俺もそんな知らんけど。俺もそんな知らんけど。叩かれるかな。ちょっとついていけなくて申し訳ないですけど。さあ集中して。さあインドラ咲きましたね。これはインドラを処理してから、あこれバルーンだ。来た、メガナイトバルーンだこれ。あまあこれはあの繋げれないんですけど、このガコ群れは攻めに。その分左側がね、今ザップ使ってこれメガナイトとギャングコウモリとかのデッキだと思うんで、三角追加してザップ構えるだけゲーミングですね。なるほど。あこれコウモリも来て、でこれそう、この間にメガナイトも処理できてギャングかコウモリ来るんでザップパーン、ういよいしょ、でこれでついででメガナイト処理できて、多分ねガゴはね2発ぐらいで、僕のガゴ群れの把握能力だとガゴは2発ぐらい、ゼロです。ういゼロです。まあまあまあ僕が三角だったから、そう三角だったから、ガゴ群れだったらグサグサ言ってたんですから。ガゴだったから、ガゴだったんだ。でギャング持ってるんで、正直このディガーは防衛されちゃうかもですね。はい、僕の方がちょっとね、一つ上だったっていう。おこれもあの、5打っちゃいます。ちょっとめんどいんで。うん、ガコだと、あの、ザップ打たれて、おっ、危ねえ。あの、これしかも相手、これ無理してるんですよ、今の。わ、これ、これ、俺、マスケ使いなのが入ります、これ。入ります。で、ここで、相手無理したんで、ジャイ三角で攻めてインドラにザップ打って、端まで行くんですね。行きます。あ僕ぐらいのあのガゴ群れ使いになるとね。いや三角ですそれ。無駄に的確やな。普通にガゴ使いって言えばいいのに、うん、無駄にガゴ群れ使いって言うからですよ。いやマジでガゴ群れだけなんですよ。ガゴ群れ好きなんですよ。三角は違う。えマジでガゴ群れ好きなんだよね俺。三角は違 う, 違う。これなってないこいつは。あのね、火力が足りない、火力が8体ぐらい出るんじゃないか、ここよいしょ。もうね僕ぐらいなんていっちゃいますよこれ。今ザップ打ったんでね、しかもこれバルーン一発も入んねえワンちゃん。あ一発入ったけど、はいインドランだけがたまたま取れてる。打った後だからこのね、もう5打っちゃってこれ右落とせない。いやでもね左ザップ圏内なんでね、これもう守ってからのザップパーン、もうねボコボコですこれ。あのこのメガナイトインドラバルーンも最近ちょっと増えてるんですよ。うんうんうん、まあ、最近、なんかロイジャイだったり、はいはい、まあ、スケラだったりとか、なんかスケコウモリのデッキが最近増えてるんですよね。うんうん、でそのデッキに対しての、まあ、結構なメタとしてね、あのインドラが増えてきたり、このメガナイトバレーがちょっと増えてきてるんですけど、どうですか、ね、次の。あ、ボコボコです。ボコボコです。あ、雑談タイム。ボコボコフレンズ。何すか、それは。あ、知らない。知らないんだ。何それ。ビコボクフレンズだ。岡山県民は知らないんだ。え、本当に分かんないですけど。ビコボクフレンズ知らないの？あ、え、分かるかも。あ、白と黒のテレビみたいなやつ。あれ、ちょっとごめんなさい。どういうこと？なんかおはようなぎみたいなのがいっぱい出てくる。ああ、はい、分かりますよ。
あの震災とかがちょっとあった時に、ちょっと違う。え？あれ？AC じゃん。あれ？コボコフレンズは違う。なんかね、風船みたいなのが、ああわかんないわかんないわかんない。え？そう、それじゃない。おはようさぎとか。それ AC だ。ありがとう。おはようさぎみたいなキャラクターがいっぱい出てくるの。え、ちょっとわかんないですね。君いくつ？僕ですか。僕あの20っす。20歳、岡山。岡山はこういうテレビ流れてないんだ。いやね、NHK とかじゃない。ピタゴラスイッチぐらいしかわかんないですね。ああ。島次郎とか見ない民だ。あ、見てましたね。見てた。はい、小学校も行ってた。島次郎見た流れでデコボコフレンズに。いや、あの、気にせ、多分見たらわかるっす。あの、名前がわかんない。ててーん、デコボコフレンズ、トットってドアノックして始まりや。いや、知らない。わかんない。でも多分、視聴者の人たちは多分、ほぼ国でわかんないっす。いや、マジみんなわかる。多分、半分はわかると思う。来ました。チームケースダークエンジェル、海外の、プロプレイヤーですね。今ウエストのチームにいますね。チームケースト多分ジャイダークエンジェル、ジャイ使いのイメージある俺そいつ。さっき最後で来たで、ね、でワンチャンバルーンかもしれないので逆サイネクスト回したいですね。バルーンの印象あるけどね。インフォールの印象あるけどね。違ったね。チンクロ、チンクロスですね。おや、テンゴットが得意なデッキじゃん。でチンクロスだった場合弱点があれなんですよ。マスケと穴掘りじゃないですよね。でそれしゃしゃって。でこれトルネーでも使ったらいいの。はい。でこれでだってガコムネでディガ飛ばして終わりじゃね。穴掘り。あ。あ。しゃしゃったー。これは。うわー。やばい。やばい。やばい。来る。来る。あ。なるほどね。まあでも落ち着いていきましょう。メガゴあんういなるほどね。これちょっとザップはちょっとね打たずにちょっとアド取られてるんでね、序盤にやっちゃうと危ないね。なるほどね。相手はアイスイズトルネメガゴですね。対空がで多分マスケットがやっぱうざいんで、さっきみたいにロケで、そうです、マスケットが本当にうざいんです。そうですね、マスケがうざいで多分これ相当、これ欠場でいいんじゃない今俺の欠場で。確かにクロス咲いた。そうね、天国とね。はい、まあワンチャン防衛クロスから入られるから、まあ別にそれは良き。イエス。で、角度を変えて、アイスイズの範囲攻撃に巻き込まれないように、後ろから適当に3が5先、まあ、この間ですけど、処理。処理できるのか。イチャイチャしてる。あ。これでも。ロケットドン？これ、結構相手。いや、これうざいと思うね、普通に。ああ、でもこれ、取れね。いや、マスケだから取れないか出づらくね。咲いたしな。まあでもこれだけで。そう、回ってないですね、回ってない。オッケーオッケー。まあまあまあ、これちょっとアイスイズ邪魔なんで、これ端前ジャイガゴからのディガーの位置がむずいっすけど、ワンチャンここにアイスイズ切ったためメガゴから入ってくるかな。あ、でもこれ外してる。これしかもやってる。これお、あ、いい、それザップやてば飛ぶ飛ぶ飛ぶ。うれ、あー、いいロケット。これはロケットっすね。まあまあまあ、でも相手今ロケ咲いたんでケツマスから入って、そうなんですよ、そうなんですよ。分かってます、分かってます。マスケ使いですか、あなた。いや、ガゴムネ使いです。まあジャイマスケの形作っちゃって、ジャイ釣れないでござる。確かに気合の防衛してくるん説。これちょっとファイブザップでちょっと飛ばしちゃおうかな。おロケット、いやでもこれあれだ、やばい、しゃしゃったかも。あれの場合がちょっと上手いですね。まあでも結局僕の J は回るんで、多分上手いと、あれロケ咲いた今。咲いた。なるほどね。え？咲いた。これ後ろにトルネで下げられてもあのザップがあるんで、これ竹取られてから3号で、あ、上手い。お。まだワンチャン一発ぐらいでも殴ってほしかったんですけど。まあまあまあ、この辺はね、右側の方がダメージ受けてるんで許容しつつ、さあここちょっとザップ打ったんで、こうマスケメガゴで打ち抜かれる。よいしょ。いや、いいっすね。負けそう、負けそう。いや、僕は負けない。うい、これロケやばい、ロケ圏内まで来てる。ロケット2周始まりましたね。やめてくれ。
やばい、終わる。あー、ちょっと待って、やめてくれ、待って、待って。あと1枚だ。あ、いや、回らないでくれ。やばんちゃん待ってた。あー、これは、僕の方が多分相性相当いいと思いたい、思いたい。序盤ですね。はい。序盤ですね。まあでもね、まだ12勝はできるんだよね。確かに。何のために9-0なんだっていう。そう。もうね、やっぱテンゴットの。やっぱね、こういうプロ同士の試合を視聴者は求めてるわけですよ。はい。ニーズに応えていくスタイル。はい、ちょっとカタカナ使うとかっこいい。はい。やりますね。ニーズってあんま言わない気がするけど。ニーズ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 。押し切りますね。いや、俺超えた育ったか。うん、青森だよ。ミカさん結構発音違いますよね。確かに。なんだっけ、なんかドラえもんとかさ。ドラえもん。ドラえもん。あれ無理してる。いや、ドラえもんと。そう、ドラえもん。あとなんだっけな。ミカさん、ドラえもんとかなんかね。北斗の拳。あ、そう。北。もう一回言ってくださいよ。北斗の拳。都道府県ですか。北斗の拳。北斗七星の言い方ですね。北斗七星の言い方です。北斗七星、そう。北斗の拳。じゃあ北斗の、北斗は北斗七星から来てる。青森ではそうなったと。そういうことです。すごいですね。なんか違うんですよね。いやでもお前だってさ、関西みんなさ、マクドユニバーじゃん、真ん中上がるじゃん。そういう育ち方してるんで。マックユニバーっすね。マックとかユニバー。マックとユニバー、スタバみたいな。あ、でもスタバ、スタバ言うの。ここあれっすね、みかんさんが青森で、テンゴットが、大分、うん、なんで誰もいない、さすいないっすね、ここには。吉野ジョーンズは、いえ。あ、どうぞ挨拶でも。ミラティブ、いや、動画っす、YouTube っす。いやでよかと思ってた。残念ながら11-2のアチアチ、アチアチラーなんですけど、マッチングが長いっていう。何アカウント？マイクアゾウスキー。マイクアゾウスキーか。なるほどね。何やってんの？ガゴムです。ガゴムか。出た。フィナルフォーム。フィナルフォームね。まあファイナルフォームなんですけどね。もしかしたらでもフィナルフォームなのかな。みかんさんだけそう呼んでますけど。ガゴムレか、すぐガゴムレ使ったんだな。まあガゴムレ強いですからね、カードパワー。だって山本なんか使う人いないもん、 XBO ぐらいしか。まあいないね。ライキもガゴムレ好きじゃん。まあ言うて、言うて、まあ30使いな。ああ、まあライキさんでも30使いだからな。いやいやいや、あれ、僕違います、僕違いますよ。別に別に30市出身だから2人は。殴るよ。いや、殴らなきゃ。いやいや、え、俺30出身ってやめてくれ。俺スケラだから聞いて。殴る、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 殴る。いや、俺スケラだ。あ、マジで勝手にそう、なんか30使いって言わないで。ダメ、俺スケラだから。ラストウィンプス時代ですか。だって7とったの30しやん。ヒールス、ヒールがガゴムレヒールス。あれ39か、そこら辺取ったのも30しやん。え、ガゴムレヒールス。てかガゴムレフリーズなんで僕、あのフェリカアイランド時代のラットウィンプス時代ですか。あ、スケラ使ってましたね。スケラで頂点取った男です。あ、上行ったのはあのガゴムレヒールですね。うん。まあね、これがいろいろわけがあるんですよね。言って、言っていいの。いや、言わない方がいい。多分言わない方がいいです。マッチング長いよ、マジで。長いんだ、これは。何分ぐらい今これ YouTuber。 いや、結構やばい。だって9勝無敗から今11勝2敗なんで、4試合してて各マッチング感もあるんで、それ1回キャンセルしてほしたらめっちゃ早くなるよ。じゃあキャンセルして、キャンセルグルチャレマン。なるほどね。さあ本当に早くなるのかっちゅう。早くなって気になるだけだよそれ。うん。ふぅ、マッチングがね、お長い時はテンゴットのね、まあ、テンゴットいろいろあのネタがあるんですよ、テンゴットの。ないなんか、まあ、言っていいか分かんないですけど、まあ、フェチみたいなね。いや、お前それさ、それマジ、それマジで、一人で言ってるだけだからね。まあ、みんなさ、足フェチとかいろいろそういうなんかあるじゃないですか。なんか、なんか、まあ、女性だったら筋肉位置とか、なんか、これに関してはね、お前勝手に作ってるだけだよ。だからまあ、テンゴットは俺のイメージを勝手にお前が作ってるだけだからね。
フェチよりはちょっと行き過ぎてるかもしれない。前ねみんなでその話し合ってた時なんかフェチとかあんのみたいな話をした時に、じゃあ俺とかはラッツとかマミキャスないけどみたいな。いやないよ。おいっていうことが、いや俺ちょっとなんかそう足の全部フェイクだからこれマジで。足の小指をなんかね滑らあーあーあーだから全部作ってどっかで言いたいって言ってる。作ってはないこれは。いや言ってない。言ってない。いるんですよこういう人。恥ずかしがらなくてよ。だってあのフェッチとかあってもなんか友達とかでこうマジで言ってるのに、えマジで言ってないんだけどみたいな、そこにいるんだけど。言ってるのに言ってないとか。ほんましょうもないね。やってること。でも俺はほんまじであの中学か高校の時結構足フェチとかあった。俺は最近はなんかそんなもんないけど。そうね。そう。だからテンコットが、いやそれでちょっと違う癖があるあのね、あの足の小指をそう。しょうもないわ。この印象そうそう本当にしょうもない。じゃあの今度テンコットが動画出した時に。ぜひねそっちで、それフィッツさんのあれと一緒じゃん、あれと一緒だ、あの自分の指舐められるの好きなんですか。動画初めて見てこの人知らないんですけど足の小指舐められるの好きそうですね。俺これ2ヶ月続いたから俺の動画でやって、ぜひあのテンゴットのコメントにあの過去動画もねあの見てコメント欄にぜひ書いてもらえるとテンゴットが喜びます。全員ブロックしていきましょう。よろしくお願いします。テンゴットしないからいいのか、視聴者を前切ってっていいんかお前。うちの脇毛の話した時に2ヶ月続いたから。うちのあれは実話じゃん。だってフチが脇毛生えてるって話した時に、いやみんな生えてるでしょそれ。いやでもフチが生えてることに感動したみたいな話を YouTube でした時に、ずーっとフチのコメント欄見に行ったら、もう脇毛生えてるんですかみたいな。やば迷惑じゃん。あれ実話ね、これフェイクだからね、ガチの。いや別にあとはそう、そのマジで人それぞれだと思うんですよ。どういうことを思うかとか、はめるやつが言うやつだからマジで。ちょっと待って、でも本当に静かにしないといけないんだよ。いや、こうあの個室だから大丈夫。うん、はめるやつのセリフで、ね、これちなみに聞いて、雑談動画じゃないんだよね、マッチング待ち。ちなみにね、アミカさん変わんないですよ、マッチング時間。もう離れてるよ、多分。より遅くなってるんですけど。気のせい。じゃもう一回。ヤキちゃんもめっちゃかかってて、1時間ぐらい話してたらしいけど。ああ、言ってましたね、ツイッターで。持ってるわ、それ。あいつすぐ盛るんで。7分ぐらい。7分ぐらいだから1時間って言っちゃえって。バレねえだろ。で、多分僕とかライキさんにそれをそう突っ込まれたり、そうちょっと絡んでほしかった。カマチョなんでね、ヤキちゃん。そういうの大好きそうな顔してるもんな。うん、そうっすね。まあ、それと似てるのがテンゴットっすね。なんで俺とくっつけるんだよ、お前。え？他のテンゴットネタ行く？もう全部フェイクだから、お前。マスケ使い同士じゃ仲良くしろよ。全部作るから。自分でマスケ使い行っちゃってるやん。テンゴット。あ、来た！サージ101。誰だ？よろしく。うわ、当たってねえな、そいつ。わ、ダークネクロススタンプ持ってやがる。島道のサージさん。よろしく。そう、サージさん。あ、スケだ。入りのデッキっすね、スケは。なんで、バルーンとか、まあ、あとは、テスラクロス来た。相性は？相性はね、クロスとね、あんまり。まあ、ジャイホーリーだからいいね。お、これ美味しい。このファイヤーボール美味しいですね。だって、これ、はしまいジャイからの、え来た。ゴゴメレして右側飛ばすだけで終わりじゃん。ワイのフォームタイム来た。来た。これだってもうファイもないんで。よいしょ。終わりやん。1、2、多分もう2枚回しますね。いや、当てない。ああ。これもう当てたいですね。相手このマスケが残ると思うんで。ザップでジャイを残したい。おら来たー。で、しかもこれファイブ当てにくい。変わってない。変わってなかった。うん。離れてました、穴掘りが。なるほどね、まあそういう日もありますね。ちょっと調子が悪かったっていうね。でもまあでもこのダメージリードはでかいですね。でアドも大きく取られてないと思うので、相性もいいし、まあ相性がいいかちょっと分かんないんですけど、だから勝ちやもん、ね、しかもガゴムレ使いでしょ、しかも三次使いだから。いやもう関係ないな。関係ないな。しかもテンゴット、こうやってさ逆サイにジャイ三五五行くテンゴットだったら、いや僕だったらこうクロスを壊しに行きますね。なるほど。
ここであの逆サイにねちゃんとマスケで、マスケじゃなくてかディガー飛ばしてこのディガーでね削っていきます。いい。この防衛クロスがね残ってしまうとさっきみたいなあのカウンターにねつなげられちゃうんで。おてかクロス2連続やん。おーい、スナイプ、スナイプしてます。さっき負けましたけどで、さすがにこのダメージ差で負けることはないからな。しかもラット、しかもラット、しかもラットとはこれでこっち、そうですね、美味しい。こっち側にマスケを出したことによって相手はそっち側を攻めるしかなくなるんですよね。なるほど。よいしょ。これちょっとねダメージ入れていきます。いいの、そのザップ。このザップはね正直次ジャイが回るんでジャイで受けれるんですよね。よいしょ。これ上手い人だったら端前だったかな、もしかしたら。まあアーチャーいるし忍者ね。俺が上手い人だからこれで正解ですね。おー、言いますね。よいしょ。言うようになったね。いいじゃん。いいね。いやー、このマスケが上手いですね。ガゴムレを出して5を出してからのよいしょ。あともうディガー削りですね。ディガーと5ザップで多分勝ち確ですね。よいしょ。マスケが最後押し込んで、まあね、相性いい。まあテスラクロスねちょっといるんでね、そのクロスに勝てないって方はぜひねおすすめではありますね。はい、というわけで今日はねちょっと、まあ、めっちゃ長い動画ですね。30分近くあるかもしれない。はい、まあ、でも無事12勝できて結構ね今の環境といいますか、グラチャレとかする方にはねすごくおすすめかなと思います。今日の企画は、今日の企画は始まってからだんだん人がコラボ相手が増えていくドッキリ、イエーイって誰が誰にドッキリしてたって感じやねっていう感じで、テンゴットの最後しょうもない話になったんですけどあのテンゴットのねあの動画欄にぜひねあのマジでテンゴットのあれを書きに行ってください。ぜひお願いします。くんな、はい、くんなで概要欄にあのねまあポロスのねコタがいないんで、まあ、コタ以外みかんさん、ライキさん、テンゴットのねチャンネル貼っておくんで、ぜひねあのテンゴットのチャンネルにはコメント書きにね、あとは動画くんな上がるんでね、ぜひね見に行ってください。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。